はい、どうもこんにちは、KZY です。今日はですね、サムネにもあります通り、僕がこれまでに受けたパワハラについて順番に説明していきたいと思います。で、当時僕はまだ大学を卒業して働いていた時だったので、21歳か22歳くらいだったと思います。僕は営業マンとして働いている中で、数々の地獄を経験したことから、大体の職場いじめやパワハラを経験できたのではないかなと思います。この動画を見て、今現在職場でパワハラを受けていたり、いじめを受けていたりする人が少しでも気持ちが楽になればと思い、この動画を撮影しました。この動画は以下2つのテーマでお話ししていきたいと思います。まず1つ目が、僕が受けたパワハラランキングベスト4について、で、2つ目がパワハラを受けた時の最強の対処法について、この2つのテーマでお話ししていきたいと思います。では早速、僕が受けたパワハラランキングについてお話を進めていきます。僕が受けたパワハラランキング第4位、強奪です。これは例えば会社の飲み会があった次の日とかに、飲み会代金を精算する際に経験しました。その時40歳くらいの先輩が飲み会の代金の精算を取りまとめ行っていたんですけれども、僕はなぜか2回料金を支払わされました。彼は2人きりでいた時に、先に飲み会代金を払ってくれと言ったので、先に飲み会代を個別で支払ったんですね。次の日、他のみんなを含めて飲み会代金の精算をしていた時に、彼は僕が飲み会代金を支払っていないと言ったんですね。僕は普通にシラフだったので、確実に払ったことは覚えていたんですけれども、その先輩は泥酔していたため、僕が支払ったことを忘れてしまっていたんですね。で、その後驚いたのが、その人が職場で僕が飲み会代をちょろまかす最低な野郎だと、まあものすごい大きな声で叫び始めたんですね。もう仕方がないと思って、結局僕はその先輩にまた飲み会の料金を支払いました。完全に当時は僕はカモだと思われていたんだと思います。はい、では続いて、僕が受けたパワハラランキング第3位、吐き飲みです。これは漢字の通り、吐くまで飲み続けるというやつですね。当時僕の部署には新卒が僕しかいなくてですね、これがある種の通過儀礼のようなものだったんですね。吐くまで飲み続けるやり方としては、まずカラオケに行くんですね。そこでワンフレーズ歌うごとにビールのジョッキを一気飲みさせられ続けるんですね。僕はお酒そんなに強くないので、そこまで飲めなかったんですが、これがうちの部署の文化だということで、まあ当時は強要されました。当時僕はまだ社会人1年目だったので、これが社会人の辛さかと思って1年間ちゃんと耐えしのぎました。続いて、僕が受けたパワハラランキング第2位、暴言ですね。パワハラの中でも定番中の定番ですよね。これは当時OJT といって、まあ、先輩社員とマンツーマンで常に行動して営業スタイルを学ぶっていうやつなんですけれども、当時僕の OJT の方は、まあ、かなり当たりの強い方で、常に僕にイライラをぶつけるような方でした。アホ、ボケ、カス死ね。のような言葉から、君って本当に使えないよね。というネチネチ系も多かったです。これを毎日受け続けると、人間っていうのはだんだん心が弱くなっていくんですよね。特に、逆らえない立場の場合は逃げ場がなくなるので、どんどんと目に見えないストレスが僕の中で溜まっていったんですよね。ストレスって黒い液体なんですよね。僕は暴言を毎日受け続ける中で、確かに黒い液体が自分の目の前にポタポタと垂れ落ちるのが見えていました。では最後に、僕が受けたパワハラランキング栄えある第1位、根性焼きです。僕の左手に残っているんですが、これは根性焼きの跡ですね。はい、こちらが根性焼きの跡です。ちょっと見えづらいかもしれないです。根性焼きを知らない方のために説明をすると、根性焼きというのはタバコの火を肌に押し付けられることを指します。根性焼きあるあるだと思うんですが、人の肌って焼けると肉を焼いた時のような匂いがします。根性焼きは辛いし、跡が一生消えないので1位にランクインしました。はい、これまで僕が受けたパワハラについて説明をしてきました。続いて、パワハラを受けた時の最強の対処法についてお話ししたいと思います。もし今いじめや職場でのパワハラを受けている方がいれば、そのいじめをしてくる方にこの一言を言ってください。それは嫌なんで、本当にやめてください。これを言えば、パワハラをしてくる人は自分がしている行為が良くない行為だと気づくと思います。人間というのは予想以上に鈍感な生き物なので、言わなければ伝わらないし、気づいてもらえないです。だからこそ、自分が本当に嫌なことは正直に嫌だと伝えることが大事です。この一言が当時僕は言えませんでした。僕自身がそういうパワハラから逃げていたんですね。で、万が一この一言を伝えても改善されないならば、もうその職場は辞めるべきだと僕は思います。命がね、やっぱり一番大事なんで。はい、ではね、今回の動画は以上で終わりとなります。今回の動画がね、役に立ったなとかためになったなと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
僕の運営するブログ、KZY テック、日本脱出の教科書というブログでも、海外転職についてとか、あとはダナンでの生活について、あとはプログラミングについて、記事を書いているので、そちらもぜひよければ、ご覧いただければと思います。はい、します。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。 Have a nice day, Clark.